っては俺は。もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間。サルトビ。おう。十尾の陣中力。刹那の間を気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かせてもどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ俺は。もっとしたんじゃない世界。木竜の術。その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せである。神よ、人は神の顔を読み期待することで成長する。幸せはその先にあるのじゃ。それはその失敗の中二度と取り戻せないものがあるとした。人は後悔しもう一度やり直しを望む。だが失敗は許されないのだ。こやつとは見えているものが違う。わしは先方木遁神数戦術頂上化物十尾の陣中力。想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。なるほど、この体十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が。おかげはバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より
オビトなんかより。父ちゃんが何一つ失敗してないこと、一番よく知ってっから。だから、行こうぜ、父ちゃん。ああ、行こう。すげえ力を手に入れ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。